スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。小倉競馬場、天候は曇り、馬場状態は芝、やや重、ダート、両で行われます。出場全14チームを紹介します。まずまずのスタートを切りました。さあ何が行くのか。12番ナオトマゴ、やはり行ったという感じ。そしてセムテックス、オペンハイマー、イブリップス、差が開いて13番レフネフアルシオン、それから4番インダベールン、トルネード、それから10番ランスロット、そして鉄人の2番ガンダールブ、そしてしんがりから2着であります。大歓声が上がる小倉競馬場、大歓声が上がる小倉競馬場。オッペンハイマー先頭、二馬身リード、内から懸命に。オッペンハイマー先頭はナオトマゴ、青い帽子セブテックス、先頭はナオトマゴ、外から懸命にイブリップス。この辺りで先頭はイブリップス、イブリップス先頭、イブリップスが勝ちました。トルネードは2着、3着にセブテックス。第1レース、1着8番、2着1番、以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。先頭はホワイトリザリザであります。ちょっと離されまして、ホワイトリザリザ、そして内からは1番アグブタ、7番アサ、そしてその外に8番ブラッドデンデン、それからロマンスリバー、3番フロントホック、その外13番博多のドン、そしていたリモーネと。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。リモーネ直線の伸び足はどうか。アグブタが2番手、先頭は焼肉山本、頑張る頑張る、かわした。アグブタ先頭、2番手にフロントホック、外から懸命に鉄人をフロントホック、先頭に立った2番手にアグブタ、1着フロントホック、2着鉄人を。第2レース、1着3番、2着11番、3着1番、以上のように確定しました。
開いた。まずまずのスタートを切りました。さあ何が行くのか。14番バファローベル、やはり行ったという感じ。そしてヒアリー夫人シュバルツェーター、ちょっと離れて。13番ヒアリー夫人であります。差が開いて9番シュバルツェーター、そして4番手に10番親方君であります。その外ユナイタルリングオーマイウェイ、それからもう一頭6番ダブルミリオン、そしてその外に7番リスキル。さあ各陣営の思いを乗せて14頭がゴールを目指します。先頭行く。ピンクの帽子はバファローベル、赤い帽子ユナイタルリング、外から懸命にフルスロットル。ユナイタルリングが2番手、白い帽子フルスロットル、フルスロットル先頭に立った。1着フルスロットル、2着ユナイタルリング。第3レース1着1番2着3番3着4番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。さあ何が行くのか。8番ディアーズ、やはり行ったという感じ。ガイアの夜明けが追いかけます。ガイアの夜明けちょっと離されまして、ストロベリーストーム、そして4番手に6番馬券引退であります。10番花月シルエットが上がってまいりました。どうでもいい輪がその後ろスノーフラワー、そして一番人気のアートオブバンプ、うまくいっているんではないでしょうか。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。アートオブバンプ直線の伸び足はどうか。3番手にどうでもいいわ、ガイアの夜明けも懸命に追う黄色い帽子、どうでもいいわ内からティアーズ、どうでもいいわが3番手一気に抜けた、どうでもいいわ内から懸命にストロベリーストーム、1着どうでもいいわ2着ストロベリーストーム。第4レース1着7番2着2番3着11番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。さあ何が行くのか。12番選択やけんちゃん、やはり行ったという感じ。そしてシャドウハンターいきなり爆着、この手応えはどうか。そしてその後ろからロマンスフェローズ、外を通りまして鉄人気と、その内からはボンテンマル、7番カキッケコ、その外からは5番バブリーゲイ、内を通りまして4番メチャイケダース。さあ長い戦いの最後には一体どんな結末が待っているのか。先頭行く。オレンジの帽子は選択やけんちゃん、内から懸命にシャドウハンター、2番ラビットハウス、3番シャドウハンター、2番手にラビットハウス、かわしたラビットハウス先頭1着ラビットハウス。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に8番3番1番7番2番以上のように確定しました。